世界最多摩化の足がかりとして日本全国を相手に3番勝負を挑む企画。前回から群馬県に乗り込んでいます。1本目の勝負として群馬の剛速球投手と1打席対決をするも、初球ストレート、全く歯が立たず、もう一回やらせてもらって泣きの一回、もう1打席よろしくお願いいたします。まさかの泣きのもう一勝負で、注目のこの投球はどうだ、なんと見事に鮮やかなヒットを打ったゴルゴさん、ありがとうございます。かろうじて1勝をもぎ取りました。3番勝負野球対決は埼玉県の勝利です。そして残る2勝負も群馬の名物や名所でガチンコ対決。果たして勝つのはどっちだ。これやばいぞ。55歳ゴルゴ松本、埼玉のために命を懸けて戦います。埼玉の逆襲。さあということで冬木工業さんにやってきました。冬木工業さんね。いや、そうですよ。昭和2年創業の冬木工業は誠実、感謝、信用を掲げて事業を行う群馬を代表する総合建設会社です。そのホームページを覗くと、まず飛び込んでくる骨のある会社の文字。やっぱり対戦相手にふさわしいのは骨のある人でしょう。ということで早速骨のある社員を探すべく本社に乗り込みます。そもそもですね、こちらの冬木工業さんはどんな会社なんでしょうか。総合建設と建築鉄骨を行っている会社です。で、社員の皆さんも骨がある。骨がある。対戦相手をちょっと見つけたいんですけど、はい、よろしいですか。お願いします。ぜひ。ということでこの3つの項目を聞いて対戦相手にふさわしい骨のある社員を見つけたいと思います。骨あり、ありますっていう雰囲気ですよ。もう太ももだとか肩周りがもうごついじゃないですか。お名前は須田隆です。須田さん、はい。須田さんはこの会社何年ですか。私は今年で6年目になります。6年。じゃあまだ20代ですか、はい、そうですね、まだギリギリ20代です。20代です、はい。群馬の魅力を教えていただきたいです。群馬の魅力ですか、はい、とにかく夜景が綺麗。夜景で、赤城登ったところにありますパノラマ展望台っていうのがあるんですけど、はい、そこのから見る夜景は特に綺麗です。この会社の素晴らしいところってどんなところですか。いや、とにかくなんて言えばいいんですかね。ないんですか。いや、違います。とにかく仲がいいところですね。はいはいはい、はい、いいですね。自分自身で、はい、私は骨がある、俺は骨があると思いますか。あると思います。1日何食ご飯食べるの。多い時は5食。5食。しょっぱなから骨のありそうな社員を発見。でもまだまだ探していきましょう。続いてはこちらの女性、まず会社の魅力を教えてください。地元を大切にしていて、こう地元に密着して建物を建ててたりとか、お客様とかだけじゃなくて、こう地域社会とかに貢献してる、はい、貢献してる姿がとてもいいなって思って。群馬の魅力を教えてください。群馬の魅力はやっぱり自然が豊かなところですかね。そうですよね。私これが自信ありますっていう自慢できるようなものってありますか。私中学高校と剣道やってたんですけど。剣道、はい、ちょっと見せてもらっていいですか。いいですよ。その辺後ろからちゃんと、もうちゃんとカメラに向かって面と小手まで3、2、1、どうぞ。面と小手。いや、素晴らしい、素晴らしい。こちらもかなり骨がありそうです。その後も骨のある社員を探して8階建ての社屋を上へ下へと巡ります。群馬ラブですね。群馬ラブです。そして強敵になりそうな骨太の人材も。お名前教えてください。伊藤正和です。伊藤さん、伊藤さんも胸板熱いっすね。何かスポーツやられてました。高校までラグビーをやっておりました。うわ、一応ナンバー8っていう。ナンバー8ですよ。やらせてもらってました。ちょっとナンバー8の掛け声だけここで一回やってもらいましょうよ。そのみんな動かすために日本代表の姫野が、まあ、よくジャッカルジャッカルね。僕もジャッカルはちょっとだけ得意だったんで、ボールがこうやるんですね。じゃあいきますよ、おっと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 ライオンにやられてるようなね。群馬に足りないところって何でしょうか。いや、
もう十分じゃないですか。埼玉の方が東京近いですよ。だっていやでも東京あんまり用事がないんで。東京何回ぐらい行ったことありますか。片手で数えられる。いいですね。これが群馬県民なんですよ。かなり骨太の伊藤さん、ラグビーで鍛えた力は脅威です。ということで声をかけさせてもらった中から次の対戦相手を選びます。この方が骨があったんじゃないでしょうか。伊藤さん、ナンバーエイト。ナンバーエイト来たということで、はい、群馬代表は伊藤さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。対戦相手が決まったところでやってきたのは群馬名物高崎パスタの名店ソリッソ。続いての対決はこちら、激辛王対骨のある男、群馬県名物大食い対決。やってきました。ということでお二人に大食いしてもらうものを紹介しましょう。はい、こちらです。どうぞ。お、来たー。おお、なんじゃこりゃ。その年の高崎パスタキングを決めるキングオブパスタで2022年優勝を勝ち取ったソリッソの上州麦豚と酒香るキノコパスタの5倍盛り。パスタ麺だけで 1250g、 上州麦豚が 400g、 そこにキノコ風味が豊かなクリームソースが加わり、その重量はおよそ 2.5kg。お二人にはこの優勝パスタを制限時間20分の間にどのくらい食べられるかを競っていただきます。絶対に食べきります。いけるだけいきますよ。お願いします。詰めて詰めて詰め込みますよ。俺がキングオブストマックだ。さあ盛り上がってきました。埼玉対群馬の炎の3番勝負、大食い対決スタートです。いただきます。いただきます。まずこの優勝したパスタ、おお、クリーミーですよ。おー、うーわー、よし。うまっ。何このうまさ。めっちゃくちゃうまいよ。あ、これはいけるぞ。このキノコもたくさん入ってて香りがいいですよ。いや、いいですね。序盤はゴルゴさんがリードしているような展開ですけれども、本当にこのソリストさんなんですけれども、大盛りを出すことがなくて、はい、もう一品一品本当に質をこだわっているという、はい、そのクオリティなんですよ。いや、これ非常に毎日食べたいやつだね。さあ、序盤はかなりゴルゴ松本いいペースで食べています、うん、この序盤の戦いは50代半ばゴルゴ松本がリードしている展開です。さあ、しかしゴルゴ松本まだ麺だけ、肉は1枚も食べていないという。まだいかないです。これ作戦ですか。はい、まず麺をいけるだけいって、はい、ちょっと気持ち慣れてきたらお肉で味変していく。あ、なるほど、はい、かなり戦略的ですね。そうです。ただ麺が1人前 250g なんですが、はい、1250g あります。もう1人前はいったと思うんだけどな。なんか減ってる感じがしないんだよね。さあ、この勝負は中盤戦に入っています。ゴルゴさんが少し少しそろそろお肉でも行こうかな。あ、うん、ついに行きますか、うん、これ有名ですからね、群馬の麦豚って。麦豚行きます。いい味。あ、お肉行きました。伊藤さんも、うん、伊藤正和さんもうまい。さあ、3枚目いきました。おっと、ゴルゴさん4枚目。いや、もう4枚目早いですね。素晴らしい。伊藤さんはすでに腕まくりをして、そしてパスタの量ですがだいぶ減ってきました。よっしゃ、3分の2が経過しようというところ。エンジンかけるぜ。ジャージを脱ぎました。よっしゃ、胸元には埼玉。そう、埼玉、埼玉代表、埼玉のギャスジー。行きました。この後ろにはですね、冬工業の石原さんの姿もありまして、今日は伊藤さんを応援しに来ているということなんですが、どうですか、2人の対決ご覧になって。あ、すごい食べてます。そうですね、はい、はい、群馬代表の伊藤さんに一言メッセージをお願いします。食べきれ。厳しい調子だね。さあ、残
残り時間は1分でございました。行くぜ。漁師からの食べきれた牛、声とともにペースも上げた。さあ最後の最後、追い込むことができるか。5人前のパスタ、握力がなくなった。残り10秒、9、フォークが負ける。8、7、6、5秒前、4、3、2、1、終了。お疲れ様でした。果たしてより多く食べたのはどっちだ。さあそれでは結果発表です。残量を発表いたします、伊藤さんの残量は987。おお、すごい。1キロ以上食べました。半分以上食べたね。そして序盤見事なスパートを見せていましたゴルゴさんです。い残った量です、1472。ということでこの勝利、伊藤さん群馬県の勝利です。いや骨のある男、そして骨のある会社、やっぱ私が選んだだけありますね。やっぱ女子選ぶべきでしたね。